物を作る時の思いとか、そういう人間性みたいのが仕上がったものに現れてくるから、日頃からきちんとして生き方をしてなさいよっていう教えなの。だから針の神様に踊ってもらうんだよって。美しいだけでなく丁寧な仕事を信条とする西田佳代子さん。アイヌ文化の伝承者との交流や博物館の調査から仕上げた複製作品は数々の賞に輝いています。釧路市阿寒湖温泉、アイヌ文化の伝承者が多く暮らす地域です。阿寒湖アイヌコタンで民芸品店を営む西田佳代子さん。ちんじりまたはちじりと呼ばれる着物に直接刺繍する技を見せていただきました。西田さんは針を持って50年になります。これまでに何枚ものちんじりを作ってきました。オリジナルで文様を描くこともあれば、博物館などにある古い着物の文様を再現することもあります。これは網走の北方民族博物館に所蔵している作品で、私が描いている模様ではないので、今回は50年以上前に作られた着物を複製します。一番最初に始める作業は、模様を描く前にこのように糸印をするんですよ。糸で当たりをつけて模様のバランスを確認し、完成のイメージをつかむのです。糸印の上からチャコペンでなぞります。そして糸印を取って刺繍を始めます。縫い方はおほから、いわゆるチェーンステッチです。必ずチェーンの中に針を入れたらかかってるかどうか確認してほしいっていうの、ここ、これが外れていると、このまま引くと外れてしまう。だから必ず左の親指で押さえないと。大きさは針の入れる角度だから。これが布をたくさんすくうとチェーンが大きくなるし、輪を作って布をすくって針を引っ張った時に止めるところが難しい。これ一回引っ張ると止まるところがある。そこで止めておかないと、もっと引っ張ると布が縮む。糸を引っ張って無理にチェーンを小さくしてしまうと、布がつって台無しになってしまいます。またチェーンが大きいと糸の切れ方が早いのです。私たちは、おばあちゃんたちもチンジリって運つけてたんだよね。チンジリは犬語でなくて、つづれ折りとかあるでしょ、日本語のつづれから来てるんじゃないかっていうんだよね。チャコペンで模様をなぞって10センチくらい糸印をほどいて、おほからを施します。これを繰り返します。チェーンの大きさの他に注意するのが針の進め方です。複製では針の進むルートを見極めるのが大変だといいます。前の人がやったのを自分がやるときは、最初どこから始めたのって、例えばあんたなんかに私の仕事任せられないよみたいな、拒絶されるっていうか、もうどこから刺してもうまくいかなくて、だからかかる前に必ず
挨拶をする、やらせてもらうけどいいって。正しいルートであればスタートしてからぐるりと回って元の場所に戻り、一筆でつながります。どっち行ったかわからなかったら教えてくれたりするって、最近はね、やるときに前にそういうふうに聞く。そしたらちゃんと通じるものなんだよね。教えてくれる、もらえるの。このルートの見極めが複製の難しさの一つだといいます。ただ実際に複製することで先人の細やかな手仕事や技に気づけるといいます。この着物にもありました。2回回る のチェーンステッチをね。だからその時に左から行ったら次は必ず右へ、同じ方向に針が進まない。チェーンステッチが同じ方向向かないで行ったり来たりするので、2本走る刺繍は必ず互い違いに進んでいます。進むべき道というのがあるんですよ。針の進むべき道を間違えたら行ったり行ったりになっちゃうから、こっちへ行ってるから今度こっちへ針を入れます、進めます、ここで行ってここに戻ります。内側のラインが最初の場所に戻ってチェーンがつながりました。針を裏に落として始末します。外側に来るラインを刺繍してから内側を逆ルートで刺繍しています。刺繍を始めて3ヶ月、模様を柔らかい線で仕上げるにはチェーンステッチの折り返しがポイントになります。最後のチェーンやるでしょ。そしたらこの隙間に針を入れて下へ落とす。それで最後のチェーンの中に針を入れて出して、これ糸上、最後のチェーンに糸出したでしょ。最後のチェーンの中に針を入れる。そうするとここの隙間がきれいになる。隙間を作らないようにしてチェーンが伸びるような線を描くと全体的に柔らかな模様になるといいます。西田さんが博物館の着物を複製しているのは先人の技を未来に伝えたいという気持ちからです。博物館で展示したりするものは裏を見たいと思ったりしてて夢中になってて、ガラスによくおでこぶつけるの私中裏どうなってる見えないのにね、これなんとか解決する方法ないかなって。そしたら私が作って、私のものだったらみんな触ろうが中見ようがいいから、そういう見方をに使ってほしいと思って複製するようになったの。だって作り手さんは中がどうなってるか、どんな風に塗ってるかって見たいんだもん。
多分作った人もその方が喜ぶと思う。西田さんが複製しているのは50年以上前の着物です。長万部で作られたということが分かっていますが、もちろん型紙などは残っていません。自ら足を運んで模様や特徴を写し取りました。これを最初にやった人は何を持ってやったのかなと、山なのかなとかさ、波なのかなとか。だから背中と袖とこれでストーリーができてるんだよね、一枚の着物って。西田さんがアイヌ文様の刺繍のために針を持ったのは23歳でした。一番最初着物の縫い方を教えてくれたおばあちゃん、近所にいてね、そのおばあちゃんは小鳥沢さんっておばあちゃんなんだけど、沢さんは着物の作り方だけでなく文様の意味や山歩き、アイヌの昔話なども教えてくれたのです。西田さんは刺繍の技だけでなくアイヌの女性にとって大切なことを学びました。人の出会いって大事なの、すごく。その出会いの中から生まれ出てくるなんて思いというのがあるから、私はだからいい巡り合わせしてるんだよね、きっと。日頃の行いや思いやりの心も着物作りに欠かせない要素です。技術だけでは良いものはできないと気づかされました。手仕事がきれいにできればいいわけではないので、人間性みたいのが仕上がったものに現れてくるから。気づいたことは、西田さんも指導者として刺繍を教えるときにはテクニックだけでなく心の在り方も伝えています。糸印ってすごく大事よ。こうやって必ず小さなものでもね、一回こうやって糸印してみる。表面上だけできたってダメなのよって事あるごとに言ってもらって、すぐにこうスルスルと、これはねなんでって聞いたことに、あ、それはこういうことでねって、すごく真剣にいろんなことを、人のことを真剣に考えて教えてくれる物知りなおばあちゃんおばあちゃんって言ったら怒られるけど、西田さんは道具や材料を無駄にしないことを信条にしています。針や生地が手に入りにくかった時代は、材料を大切に着物を作ったことが複製をする中で分かったからです。いつか針なくしたことがあるの、私。そうしたら10日間以上も刺繍が手につかなくて、昔は針をなくしたらね、ペウタンケって言って、言葉じゃないね、声だよね、走ったらみんな近所の人が寄ってきて一緒に探してくれたという。お金を出せば買えるけど、そういう問題でないんだよね。2回回りの線は終わりに近づいてくれるから、なんか嬉しいね。刺繍がつながります。糸のしまい方です。玉作ったところがこのままだら弱いから外れてくるから、爪で押さえて
爪で押さえて糸を締めます。ほら、つなげたところわからないでしょ。表から見るとつなぎ目は全くわかりません。水色の糸を使って仕上げの刺繍をします。ただ真っ白い糸だけだったらインパクトがなくて、ちょっと水色入れてみるとなんとなく落ち着いてきていいかなって。その先に作った人がいるので、その人の思いがわからないけど、柔らかさというかそんなことが表現できてくるので入れたいと思ったんですね。複製する中で一針一針進めていくと、オリジナルを作った女性のエネルギーを感じることがよくあるといいます。昔の人は生涯で何着も着物を作れたわけではないはず。だから材料が無駄にならないように丁寧な仕事をしたに違いないと西田さんは考えています。2021年12月、西田さんのちんじりが完成しました。なんか穏やかでいる時に針を持たないと、だから針の神様に踊ってもらうんだよって。踊ってもらうには機嫌よく踊ってもらわないと、そういう作品ができてこないよねって。西田さんの教え子の刺繍も完成しました。心を穏やかにして作ったことがわかるマタンプシ。西田さんが縁から受け継いだ教えは若い世代に伝わっているようです。アイヌの手仕事って模様をつける責任もあるし、使う責任もあるし、なぜならばこれで身を守ってもらわなければいけないから。着物仕上げるのに自分一人でしたとは思わない。布を作ってくれた人、糸を紡いでくれた人、針を作ってくれた人で、自分がちょっとなんか手を貸す、手伝わせて一緒にやらせてもらう、そういうふうにいつも作るとき思うの。